こんにちは、よみやチャンネルのよみです。本日はですね、アメージングサイエンスくんの動画の中で紹介されていたソレノイドを使った、簡易電車、こちらの方を私もやってみたいと思って挑戦してみました。他の方も結構動画に上げられていて、今更感はあるんですけれども、ちょっと自分でやってみないと納得できない部分もあったので、やってみました。使うものは銅線で作ったソレノイドコイルとネオジウム磁石と電池です。こんな単純なもので、このソレノイドコイルの中を走るんですよね。結構面白かったっていうのが今回動画にした理由でもあります。まずは今回購入したものの紹介をします。それでは開封します。銅線とこちらが磁石ですね。こういう缶のパッケージに入ってたんですね。ネオジウム磁石ですね。サイズをいくつか、5種類ですかね。サイズの5種類、購入してみました。それではまず最初にちょっと、私なりに原理的なものを考えてみました。これコイルですね。ソレノイドコイル。ちょっと見づらいかもしれないですけど、ここに電池が、その前後にネオジウム磁石をつけてあるというような構造で、ここ電極になるんで、コイルの中で、磁石とコイルが接触して、ここに、電池からコイルを通して、電気が流れる。そうすると、磁界の方が発生するので、ちょっと巻き方によって、S になったり N になったりすると思うんですけど、今回は考えずに、磁界が発生しますよと。で、例えば、磁界でこっちが N、こっちが S が発生したとすれば、磁石の、後ろ側に S がついていたんだとすると、こっちは、引っ張られる形になるので、前向きの、力が加わると。で、こちらは、磁石の方はこちらも S 極にして、磁界の方が S が発生すると、反発するので、こちらは、こちらも前向きの、力が働くと。なので、おそらくは、磁石は、これ SN どっちでもいいと思うんですけれども、必ず、外側を向く極は同じ極が向くように、作る必要があるのかなと思っています。あとはここ電極になるので、銅線が電気通さなきゃならないですね。今回購入した、銅線の方がこちらなんですけれども、おそらくは、被覆がないタイプだと思って、電気用軟銅線って書いてありますね。被覆がないタイプだと思うんですけれども、一応、テスターの方で導通が取れるかどうかを確認しています。導通取れるようですね。被覆はないと思います。なので、説明した通り、ネオジウム磁石が接触すれば、ここで電極ができて、磁界が発生して、前向きなのか後ろ向きなのかわからないけれども、推進力が発生すると。あともう一つ言っとくと、これが進むと、今度、コイルの接触箇所も変わるんで、磁界自体が前に来ると。で、それの繰り返しで、磁界がどんどん前に進みながら、磁石を押し出していく。もしくは、磁界のがもうちょっとこっち側に来るのかもしれないですけどね。ちょっとそれはわからないでいます。で、そうすると今度は、コイルによる磁界の方が前に来るので、後ろ向きの力になってしまいますね。で、これは磁界の方が後ろになるので、こっちが S 極で反発なので、反対方向に進むだけかなと。なので、ここは、どういう磁界が発生するのかっていうのは、あんまり考えなくてもいいのかなと、今は思ってます。ど真ん中に来ちゃうとどっちにも進まなくなっちゃいますけどね。とりあえずこれで作っていきたいと思います。で、そうしたら次はコイルを作っていくわけですけれども、ちょっとコイルを巻いていく芯材とするのを、炭酸電池の方に巻いていこうかなと思ってます。で、中を通す、電車になる電池の方を、単4電池、こちらの方を使っていきたいと思います。
なので、まあ、磁石をつけたときに、単三電池よりも、K が小さくて、単四電池よりも K の大きい磁石を選びたいと思います。まあ、これかなと思ってるんですけどね。まあ、これだと、ちょうど、見えますかね。1個だけの方がいいかな。まあ、1個だけつけると、まあ、単三電池よりも K が小さい磁石を選びました。で、こちらの方は、まあ、ちょっとこういう形。まあ、完全に、単四電池よりも K が大きいので、まあ、これだったらコイルの中を通りつつ、電池に、接点もちゃんと接触すると。まあ、要はここ K を大きくしてるっていう理由は、ソレノイドコイルの中に通したときに、電線と接触しなければならないので、まあ、K が大きなものを、選ぶようにしました。ネオジウム磁石、磁力強いですね。で、今回購入した、導線なんですけれども、まあ、K が、1.6 ミリから、1.5 ミリぐらいの太さ。まあ、こんな太くなくても良かったのかなとは思ってますけど、ね、まあ、たまたま見つけたのはこれだったので、こちらの方を購入しました。長さの方は10メートルあるので、まあ、これくらいで十分なコイルが作れるかなと思ってます。そしたら、このまんまコイルとして使う。相当でかい電池が必要ですね。まあ、それは置いといて。ちょっとこれで、まあ、単三電池の方に巻いてきますね。うん、結構大変ですね。なんかコイルを巻く順とかがあれば楽なんでしょうけどね。まあ、ちょっとこれで、これの方が通るか。ちょっと、太めですかね。まあ、でも、ちゃんと接触するので通るんではないかと思います。これで10メートルを巻かなきゃいけないんですね。ようやっと巻き終わりました。まあ、こんな感じで、出来上がりましたね。まあ、それなりの長さのコイルができたと思います。からちょっと一旦伸ばして、で縮めて間隔を添えてですね。まあ、こんな感じで出来上がりました。そしたら、まあ、以前見た動画だと大体、ネオジウム磁石を、3つぐらいつけていたので、とりあえず3つつけてみますね。一応この向きで反発するみたいなので、まあ、お互い反発する方側に、磁石をつけて3つ。これでちょっとコイルの中に入れてみます。ちょっと、緊張しますね。あ、動きましたね。見事に動きました。ちょっと遅いですかね。以前動画で見てたのはもっと、早く、動いてたんですけども、これは逆ですね。まあ、こんな風に、ちょっとプラス側が、接触がいまいちですね。こっち、こっちから入れましょうか。逆か。なんかこんな風に、あ、やっぱちょっと曲げるとダメですかね。まあ、ちょっとこんな感じでこれくらいのワインディングでいけますかね。よいしょ。まあ、こんな感じで動きますよと。ちょっとこういうのがやっぱ、太いですかね。もうちょっと細い線を使った方が良かったのかもしれないです。ちょっと推進力があまりよろしくないですね。まあ、それでも動きました。おっと、ちょっとネオジウム磁石が、くっついてしまったので5個入れてみますね。反対ですね。よいしょ。
まああんまり磁石には関係ないですかね。まあちょっともうちょっと細い線でやってみたいですね。細い線の方が巻き数が多分多くなる形になると思うので、まあおそらくもうちょっと早く進めるのかなと思ってます。これでも縮めてあげれば、まあちょっと縮まらないですけどね、これ一応。もう面白いですね。なんか子供心をそそられるというか。動画で見えますかね。ちょっと今動画の方確認してみたんですけど、ちょっと動いてるところが見づらいかなと。おっと。見ますよね。あとなんか動画の方ではこういう風にして動かしたりもしてましたね。まあこれでも動くっぽいですけど、ちょっとやっぱコイルのせいか、もっとパワーが足りないですね。あ、電池は結構あったかくなりますね。まあかなり抵抗が低いので、ちょっとエネループの方は電圧が低いので、まあ普通のアルカリ電池の方を使ってみますね。極性はこれでいいのかな。あ、くっついちゃった。これかなり強力なので、くっつくと剥がすのが大変です。またくっつけちゃった。よいしょ。で、こうが同極だから極性をひっくり返してこうですかね。よいしょ。あ、動きましたね。スピードはあんまり変わらないですね。これ反発する向きですね。反発する向きにつけてあげれば、なんか音がパワーが弱い感じがしますかね。ちょっと線が太いので、それなりに電流を流せないとダメかもしれないですね。もうちょっとやっぱ細い線の方がいいですかね。まあ、本人は遊び足らなくてまだまだ遊んでるみたいですが、本日の動画はこれにて終了したいと思います。この動画をご覧になられていいと思われた方は、ぜひご登録いただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。それでは、さようなら。